アリシアデラローチャアリシアデラローチャデラカジェはスペインのピアニストで20世紀を代表するピアニストの一人。スペインピアノ界の長老として幼少期から約70年にわたって長いキャリアを誇っていた。バルセロナに生まれ地元でグラナドスの愛弟子であるフランク・マーシャルに支持。5歳で初舞台を踏んでから世界各地で演奏活動や録音活動に活躍した。 アルベニスやグラナドス、ファリア、モンポー、モンサルバーチェといった19世紀から20世紀のスペインのピアノ曲の専門家として一般的には有名だが手が小さく8度しか届かない中で美しく照り輝く音色と正確な演奏技巧音楽の自然な呼吸と安定感ある曲の運びによってモーツァルトやショッパン、シューベルト、シューマン、ラフマニノフにも優れた解釈を示した 独奏曲だけでなく、モーツァルトのピアノ競奏曲を得意として録音もしており、カーネギーホールでの引退コンサートでも室内楽版を演奏した。2009年9月25日、バルセロナの病院で死去。ありがとうございます。